片足での移動克服しましょう。スノーボード初心者の方が苦手としているこの片足移動、ワンフットのやり方、今回ねお伝えさせていただきたいと思います。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です、本日もご覧いただき本当にありがとうございます、私はですねスノーボードのレッスンプロとして10年の経験を持っております。そのノウハウをですね皆さんにですねお伝えすることでスノーボードをねもっと楽しんでもらえるね環境を作っていきたいと思っております。ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、今回はですねスノーボード初心者の方がすごく苦手ね、意識の、ね、強いこの片足移動ワンフットの、種類っていうことをねお伝えさせていただきたいと思います、ね、このワンフットの種類が分かると片足移動がものすごく楽ちんになります。なぜかというとこのワンフットですね、一言でワンフットといっても実はいろんな種類があっていろんな場面で使い分ける必要があるからです。それではですねそんなワンフット一つずつですねどのような場面で使うのか解説していきたいと思います。まず1つ目歩くね、歩く動作となります、歩く動作はどのような時に使うかというとリフト待ちで少しずつゆっくりね進みたい時にねよく使われる、方法かと思います、歩く動作実際にやってみたいと思います、はい、一歩ずつ前に足を進んでいってこのように、はい、どちらかといえば一歩一歩進んでいく時に止まりながらね進んでいく方法となります。ゆっくり進みたい時、確実に進みたい時に役立つ方法となります。それでは2つ目です。2つ目はスケーティングとなります。スケーティングはリフトの乗る時に進んでくださいって時、どちらかといえば少し早めに移動する時に使う方法となります。どのような方法かというと、はい、先ほどの歩くというところから若干前足にね荷重をかけてる時間を長くしていってはいこのように後ろ足で蹴った力を前足に力を残していって前に進む方法と、なります、これができてくると、どちらかといえば少しね早めの移動ができるようになってきますので普段平らなとこで止まってしまってちょっと移動したいなという時とかにも、使える方法となります。次は走るという動作となります。走るってねあんま使わないかもしれないんですが、まあ早めに移動したい時にね使う方法となります。見ていてくださいね、どちらかといえばその歩く動作からしっかりとこのように蹴り出しながらしっかりとはい、板を取り付けている固定している前足にしっかりと体重を乗せて進む方法となります。そして4つ目はスピードの速いスケーティングとなります。これは先ほどのスケーティングに似ているのですが、どちらといえばスピードが速く移動できますので上級者の方がねよく利用している方法となります。やり方としては先ほどスケーティングの時は後ろで蹴って前足にスーッ進んで1回止まって進んでだったんですけど、それをずっと進みっぱなしにします。このように前足にずっと荷重をかけて後ろ足をオールのようにして使ってずっと進んでいく方法となります。後ろ足前足に荷重かけて後ろ足でトントントン蹴りに行く状態、ねこのような感じで進むと素早い移動が可能となってきます。5つ目は板の上に足を乗せて進むという、ね方法となります。これはですね軽く斜度のあるところで自然とね滑りながら進む方法となります。山側がこちらなので谷側に向かって板のノーズを向けていって軽く一歩踏み出します。そうしてから板の上にポンと足を乗せるとこのようにスムーズに滑っていくことができるようになってきます。リフト降り場ですねで、よく使う、方法となります。以上の5つが、大体押さえておいてもらいたい、ワンフットでの移動方法となります。さらにこれを細分化していくと板に対して後ろ足をかかと側に置く方法とつま先側に置く方法の2種類があります。どのような、感じで使い分けるかというと、これも斜面が山側、そしてこちらが谷側なので、山側に常にエッジがかかった方向に外した方の足を置くようにしていきましょう。そうすることで板のエッジが必ずしっかりとグリップした状態で進むことができますので、非常に楽に、体の軸をですね、バランスを取ることができるようになります。ではちょっとやってみますね。山側こっちなので、向こうに進む場合はつま先側のエッジをかけてこのように進んでいきます。そして、山側こっちで谷側こっちの場合は、かかと側に足を置いてこのように進んでいくと、安定して進むことができます。この動きに関しても、歩く、スケーティング、走る、そして素早いスケーティングっていうのがね、活用できるかと思います。そしてここで6つ目の移動が出てきます。6つ目の移動は今やりました、山側にエッジをかけるっていう動作の中で、今度は山を登るという動作となります。ちょこっとした斜度のあるところでの移動で使えるようになりますよね。必ず山側にエッジをかけた状態で、外した方の足を、山側に足を置きます。そしてこれも歩く時と同じ要領で、前足を一歩踏みしめたら次前足に荷重をかけたまま後ろの板を浮かす、そして一歩浮かす、一歩浮かすっていう感じでやってあげると山側を登れます。これかかと側も同じですね。山側に外した方の足を置いて一歩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 、後ろ足前足後ろ足前足という形で体重をかけていって、しっかりこう片足で立てる状態を作って移動するようにしてあげてみてください。このような感じで、各場所各移動方法によってワンフットと言われる片足移動も使い分けることで非常に移動がしやすくなってきます。それではですね、まとめさせていただきます。まず1つ目は歩く。リフト待ちなどで少しずつ一歩ずつ確実に進みたい時に使う方法となります。そして2つ目はスケーティング。リフトに乗る時にちょっとだけ素早く移動したいなという時に使う方法となります。そして3つ目は走る。これはですね、素早く移動したい時、そして平らなところで頑張っていきたいぞっていう時に使う方法になります。そして4つ目は素早いスケーティング。これはですね、平らなひどいところで素早く移動する時の方法となります。ちょっと技術レベルが高いので上級者向けとなります。5つ目が足を乗せて滑っていくという状態になります。足を乗せて滑っていくっていうのは明るい斜度があるところを下る時に使いますので、リフト降り場でよく使う方法となります。6つ目は、山を登る動作、となりますね。この、山を登る動作に関しては、どうしても山の上にですね移動しなければいけない時にですね、板を履いたままちょこっと移動することができるようになりますので、ぜひお使いください。今回はですね、この片足移動ワンフットの種類をお伝えさせていただきました。初心者の方結構ワンフット苦手意識あるかと思うんですが、ぜひワンフットでですね板をはめて移動することを心がけてください。なぜかというと、実はこの片足で移動するこの行為、移動すること自体がスノーボードのターンなどの技術にものすごく役に立ってきます。ワンフットが上手くなればスノーボードも上手くなると言っても過言ではないぐらい大切な技術となりますので、ぜひ皆さんも苦手と言わずにしっかり片足をつけたままいっぱい移動するようにしてあげてみてください。今回の動画以上となります。スノーボードは人と人とをつなぐ笑顔の架け橋。スノーボードを通して笑顔の輪を広げていく活動を行っています。ぜひ皆さんですね、いいね、高評価よろしくお願いいたします。ぜひですね、あと滑ってみた感想などですね、コメント欄の方にですねご記入よろしくお願いいたします。応援メッセージお待ちしております。そしてぜひ友達にもですねこのチャンネルをお勧めしていただけると嬉しいです。今ですねチャンネル登録者を今シーズン中に10万人目指して、頑張っております。ぜひ応援よろしくお願いいたします。以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。